レール1本目スキーずらさない、回らないように我慢、ちょっと待ってろ、お体回んなくなったよ、レール。はい、カイラー1本目インターバル21強。はい、ちょっと待って、いいか、体を回さないイメージをしっかりつけながら行けよ。今のところ最初の2人はちゃんとすんなり行ってるからね。いい、起伏にビビらないで行け。はいよー、みその1本目。はい、ちょっと待って、ほれ、それのことだよ、お前。はい、ライム、後半体絶対回すな、さっきの外交系しっかり意識しろ。はい、ライム1本目。カロンです、お願いします。はい、体開かないように行かなくちゃいけないんだけど、その後体も回さないように行かなくちゃいけないんだぞ、しっかり意識しろ。はい、カノン1本目。はい、ちょっと待って、はい、夏美、いいか、昨日のミーティング、はい、夏美、はい、か、ちょっと待ってて、昨日よりはスキー振ってないな、夏の。はい、あいか、昨日の、まさたか、体が開くと絶対外スキー取られて、どんどんスキーが逃げていくからな。いい、腰高のポジションはしっかりできるようになってるから、あとは後半体回さないように。はい、まさたか、1本目。うん、体開かなくなってきたね。はい、まさたか、整備ゴー。もう下もあるよ。取らないで。はい。スキーずらさない。はい、ライム、整備後、体回さない。はい、レールか。はい、ちょっと待ってろ。うちに傾きすぎなんだよ。
か、もっと外突き伸ばしてか。はい、ここでいいか、外突きもうちょっと内側伸ばして、お腹、お腹いっぱい浮かんの、お腹を。はい、帰ろう、OK、一本集中でいくぞ、しっかり集中していけ。あのさ、なんでそんなにスキー振らなくちゃいけない？え？スキーが下に向いた瞬間にすぐにやっぱり荷重始めないからだよ、それはね。だからああやってスキー振っちゃうの、遅れてるんだよ、だいぶ。そこしっかり意識してごらん。はい、ちょっと待ってろ、回さない。カエラ、ちょっと打ち方下がってるぞ。はい、肩のラインはずっと平行のまま行こう。お願いします。オッケー、いいよ。はい、ちょっと待ってろ。我慢。あのさ、ちょっと待ってて。ちょっと待って。我慢。ライム、もうちょっとさ、もうちょい体の向き頑張って残してごらん。もうちょい。オッケー。はい、みその整備後、スキーずらさないでいけ。最高系で我慢、耐える。オッケー、レオン、ちょっと待ってろ。耐える。こっから外交系で我慢。よし、そう、みそのこの一本いいっすね。前がちょっと遅い。そうなんですよ、今のは右外側に入るところでしっかり足伸ばして、もうちょい体付けトライをしっかりやってごらん。早く、もう一個早く、体が回ってないから今なんとかうまくいってんだぞ。いい、体がうまく回らなければ、体が回らないのプラスこの前やったさ、足を伸ばして捉えていく感じ、いい、自分から伸ばして積極的に捉えていく感じを出してごらん。両方のターンだ。 OK、 はい、ゴー。はいよー、ちょっと待って。はい、あやか、オッケー。レオ、体が回ってるからだ。だからああいう風に、ああいう風になっちゃうんだよ。それ回さないように我慢だ。我慢、我慢。ローテーションさせないように我慢してごらん。オッケー、ゴー。はい、ちょっと待ってろ、夏美。よし、いけ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 。はーい、夏美、オッケー。はいか、よかったけれども、もうちょいポールの近くいけるぞ。もうちょいポールの近く、怖くないだろ、うん、いけるな。もう一回、夏美、確かに前に出てこようとしてるけど、もうちょいダイレクトに。昨日よりはだいぶいいぞ、夏美。
からですか、やろ、ほら、やったはい、まさだかいいよー、はい、次焦って上半身から動かない、体が開いて入っていかない、まさだか行こう、次いいよ、なるみ、いいよ、いいよ、はい、次、うん、今を作って、そう、おいいね、はい、いいね、そうそうそう、で、いい、でもカノン、ジュニオリに行けたら、そう、間を作って、そう、見えねえ、はい、出て、もう作って、そう、ほい、ほら、スムーズにいった、いいね、うん、はい、次、間を作って、そう、ちょっと体先行ってるよ、まあでもまあまあ、いつもよりはいいわ、タイミング的にはいいよね、うん、はい、はい、どうぞ、そう、そうだ、一回間を作って、うん、それで入れるんだよな、子供は、うん、なぜか